出演が決まった時は三冠馬になったばかりだったよね。で、今週の新聞にこう出たわけだ。見てくれ。セクレタリアートを調査中とある。これってどういうことなのかな。別のセクレタリアートとかいや、真面目な話、この告発は全く事実に反してますよ。私は一度だって競馬でかけたことはない。それが自分のレースとなればなおさらです。でも、この番組が終わるって賭けには乗ってもいいかもねなるほどね。じゃあ視聴者からの手紙を紹介します。どうやら今日は君への手紙がプロデューサーの目に留まったようだ。差出人はボージャック H、 9歳のボージャック君から。じゃあ読むよ。セクレタリアート様、僕はあなたと同じ馬です。そしてあなたは僕が一番好きな競走馬なんです。いい子だね。あなたみたいなかっこいい大人になりたい。服を真似してみたら孫にも衣装だって。今の笑いましたか。僕馬の子だから孫にもって。わかりました。ジョークだったんだけど分かってもらいました。これが1ページ続いてる。ちゃんと分かったって返事書こうか。まだ続くぞ。一つ質問があります。僕はいい子にしてるし、遊ぶのも学校に行くのも楽しいです。でも時々悲しくなります。悲しい時あなたはどうしますか。どうすれば悲しくなりませんか。ボージャックより。なかなか深い手紙だね。ボージャック、私も君ぐらいの頃悲しい時があった。何度もね。ああ、私の家はちょっと複雑だったから。でもある時走り始めてみたらしっくりきて、だからずっと走り続けたんだ。ボージャック、悲しくなったら走るんだ。まっすぐにね。絶対に止まっちゃいけないよ。何があっても、足を引っ張ったり君を止めようとする人がいたとしても、そんな奴らは蹴散らせ。絶対に止まっちゃダメだ。後ろを見るのもダメ。後ろを見ても何もないからね。全てのものは君の前にあるんだから。おはようございます。1973年8月22日のルイビルです。悲しいことに今日セクレタリアトが生涯レースへの出走を禁じられました。全く恥ずかしい話ですよ。70年代になってスポーツでの不正は許されるものでは。今回のことが物語っているのは、世界一のランナーになっても真実を曲げることはできないということですね。ルイビル方面は渋滞中です。どっかのバカが橋の上に駐車したようで。